さて、フォーカス。さっきまで誰かいたみたいだ。急いでいたのか。これか。追ってみましょう。異端者が襲ってきたと。一体誰のことだ？知ってるやつ？襲撃者たちとは別だよな。おおお、何をしている？もう一度撃つんだ。手探りで。もうやめろ。あなた夢穴で取った異端者、これ倒せ。闇の感謝します。いや全然取れない。やばい、ウォッチャーが来ちゃった。せっかくチャンスなのにダッシュできねえ。いやこいつを。ちゃう、危ない。いやなぜ俺は異端者を助けなきゃならんのだ。これは効く？ちょっとまずはあいつ倒さねえと。ウォッチャー、ほい、うや、来ちゃう？ソース来ちゃう？うえい、来たまえ。来ないのか。お腹。よし、これ撃つか。爆裂の矢の方を。ほっ、よし。いやー、やりたくないです。相当怖いっす。よいしょ。おお、襲撃者が襲われている。なんか話を聞かないならんからな。敵がもう一体いる感じ。キャスターかな。あ、キャスターだと思うんだけど。くそー、当たったね。あとはソートです。ロープ当てる。倒してやる。ナマンス。まだ。やったとか言うなよ。倒れたのかと思ったんだが。バッチンバッチン離されてる。あばす。まだ耐性できたとかそういうやつ。倒れねんじゃねこれ。倒れた、起きた。全然無理。もうちょい、いけ。ビリビリでやるしかねえな俺。やがれ、こっちだぞ。頭、こっちだぞ。来やがれ。来ねえな。バレてるわな。まあでもこれ置いとけばとりあえず撃てるっていう。ただ威力はお察しなんだろうか。爆裂で、ほい、お尻、お腹、
見えねえ。ほい、なんか装甲が剥がれてきたね。ほい、近づきたくないのでもうこれでいく。16ダメージとか全然少ねえな。あら、当たった。いけ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 、もうちょい、もうちょい、もうちょい、よっしゃー。うえへへ、異端者ちゃんと納得できる理由あるんだろうな、こんにゃろうめ。お、さあ異端者はこの下ね。あ、だっとなんかでもまたいるね。グレイザー大丈夫、これいけんの。なんかこれ、いや、なんかまずい気、あれこれ大丈夫、ここやばいんじゃねえの。あ、いけるか。はい、うわ、たたたけーてー、これダメなんじゃねえ、俺ダメなとこ降りてきたんじゃねえ、これあかん、あかん、あかんよ、これ。ちょっと待ってくれ、回復回復回復、うえー、回復ポーチがあれどこ行った、襲撃者。これアウトじゃね、何してんのこれ。騙されたね、あのアイコンに。これは非常にダメなパターンですよ。これなら早い。はい、やり直し。さあ一周回ってきました。あ、話せねえ。いやー、あのメインシナリオを進めるためのアイコンにしてやられたっていう感じでございますね。うわー、バカバカしいことをしてしまった。ああ、もうちょっとで襲撃者じゃねえな、異端者たちの狩猟いた、かなり気をつけないと。あ、違った、いたんじゃない、いた、お前だよ、お前を助けるためにこんなに時間が。はい、カーンスト、本当にありがとう。異端者の感謝なんて意味ないかもしれないけどな。アルサ、助けてくれた上に話してくれるのか。生まれた時長老に追放された。ノラの掟なんて私には無意味。じゃあ母親がいない少女ってのはお前か。もう異端者じゃないんだろう。ああ、実は夢柳を探しているんだ。そいつはまずいな。なんでそう、何夢柳。薬を必要としてる人がいる、少し分けてくれ。それは要求ってことか。交渉だ、一人の人として。そうか、俺たちは足りてるはずだ。あんなことがあったから怖くなって全部取ったんだ。襲撃のこと、ほら少しだけもらうが、あとは必要としてるやつに渡すといい。持ってんのかい。ちゃんと届ける。お前たちも気をつけろよ。結束するんだ。はい、ゲット。あんたは長老たちより物がわかるみたいだな。どうも。はい、じゃあ純さんと一緒に戻るわけではないか。こっちだっけ、なんか違う気がするぞ。よく見ような、マップをね。こっちですな。ほい、さあ戻ってきた夢柳。なんでしょうね、麻酔的なやつ。あれ、ジュンさんいね、中入った。あ、いたいたいた、座ってました。
ほら夢柳だ。母の暁のフィアに届けて。これを必要としてる義勇兵がいる。わかった。でも異端者はどうなったんだ。あいつら罪を償ったんだろうな。異端者同士で会話をしていたんだぞ。けしからん。懲らしめてくれたならいいんだが。私のこと知らないだろう。なぜだ。私は母の源の山で異端児として育った。お前はあの母なし子か。知っていたらお前なんかとは絶対に話さなかった。ひどいやつだ。ジュン、その母なし子がお前を助け、部族のために薬草を取り戻してやったんだ。人を見下さなければ孤立しないんじゃないか。俺は一人で平気だ。ならよかったな、ジュン。これでまた孤独だ。用は済んだ。ちゃんとその夢柳をフィアに届けないと。また来るぞ。純明ダメ人間だな。さあ、じゃあまた次のクエストを探そうかな。確かこっちの方に焚き火があったよね。一回セーブしたら、セーブ完了。まあどうでもいい話ではあるんですけど、セーブのなんかスロットが5つまでのようですね、このゲームは。さて次、ストーリーを進めてみましょうか。ここに行く。赤の小玉なので近いところの焚き火に。ファーストトラベル、レッツラドン。はい、よし、では行きましょうか。はい、イノシシは逃さない。あれ、ここってソートゥスいる森じゃね。イノシシがいっぱいいるところ。はい、じゃあ小玉に向かうかですね。はい、あ、なんかいっぱいあるね、こっちの方。まあストーリー進めた後になんかこっちの探索をする感じになりそうなんで、まあまずは団長に合流しよう。ほい。そうだよ、無駄に回復アイテム使いまくっちゃったんだよね。枝は大丈夫だな。ウサギ、ほっ、む、ダメか。うん、枝はいいや。一応取っとくか。なんかあれはなんだ、ベローバックっぽくね。うわー、ベローバックいるわ。いやー、焚き火がある。ちょっと右の方行こうか。キツネ、ほっ、当たったかな。あれ、イノシシどこだ。これは悪魔の悲しみ。焚き火がどこだ。焚き火右に、こっち行くか。ほっ、丈夫な植物。ストライダー、ストライダーがいっぱいいる。まあいいだろう。へい、焚き火がこの辺にある感じかな。左側にこれが、はい。ではでは合流地点へ向かいましょう。何あれ、あれー、シェルウォーカー。こんなとこにまた新キャラが出てきた。いやー、シェルウォーカー、なんでしょう、戦っていいんだろうか。
弱点は？ホルダー、ハサミは？胴体、ライトニングガムも弱点、シールドクロー、はあ、まだオーバーライドもできなさそうだし、うん、さてこの辺もうちょい先、全然先でした。おっと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 、おっちゃか、え、なに、なんか尺眼のウォッチャー？何それ固くね？おっ、おっ、固っ、おい、何？固いよ。お、おいや、な、な、なんすか、やべ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 、あ、なんか2体いるし、あぶな、おざーす、おっ、ナイス、おい、そっとしておこう。なんすか、そんなのいるんだねって感じだね。来たよ、ヤドカリ、逃げよう、ゆっくりゆっくり、キツネ、ほっ、まあこれも生きるためなんだ、許してくれキツネ、ありがとういただこう。じゃあ、あれ飛び込むんだこれ、そういうモーションもあるのね。さて、なんか崖がうんたらとか、はい、ここですね、もうちょい、おっと、またソートゥース、もう嫌です、ソートゥース嫌です、しかもなんか2体いるよ、またうん、上からは何が見える、うわ、高っ、うえー、スクラッパー、スクラッパー、イノシ、あれ機械って動物は狙わないんだね、そういえばね、人間しか興味ないのかね機械は。で、もうちょい先か、あっちか、ソートゥースはやだな、いや、やだな、2体もいるし、こっちから回ってこう、ゆっくり、ゆっくり、この後ろから行こう、ん、ちょっと崖になってんな、通んなきゃダメここ、うー、やめてね、いないよ、こっちからはいけないとこなのかね、いけそう、団長、焚き火？お、何あれ？なんか戦車的な感じの。ほう。え、何？機械のせ、ブロードベッ、ベッドって書いてあった？ブロードヘッドか。はあ。バイソン的なやつ？え、なんかここ。戦争跡地みたいな、あれもなんか、なんだろうね、あれ、これは戦車でしょ、おそらく。え、しかもなんか今の戦車とはなんか手が2本ついてて、なんかレールガンとか撃ちそうな感じの戦車ですねこれ。ほうほうほう、向こうは、あ、焚き火があって、どこ、ダメか。あれ、マガツキか？
マーツキで、これだ。これも、あ、これも同じやつか。なんでしょうね、これね。あっちも？あれは？ただの草でした。ほう。ビル。おお。探索したいけど。あれ人いない？なんか。何？カルトの一味。何？あー、なんかここで合流した後に行く先が向こうなんじゃないのっていう感じだよね。分かった、合流しよう一回。後でお茶にしよう。お茶があるのかこの世界に。ほっ、見えねえ。いたほっ、あ、外して。おお、範囲攻撃あんねこれね。炎は当たってなくても。あれは何？メロバックか。合流はあの上とかかね。はい、じゃあ橋から渡って、メロバックにも見つかりたくねえな。こっちからはいけるかな。登れるこれ。いけそうだけど。頂上着きました。おお、高っ。あれ、あの辺にいそうな。いた。降ります。危ない、大丈夫。はい、普通はこっから来ねえだろうな。クイックセーブ。